こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではお金をかけるべきアイテムと予算を抑えるべきアイテム、この2つをですね、それぞれ具体例を出しながら皆さんに解説をしてみたいと思っています。ファッションアイテムには結構さまざまなものがあるんですね。これらをですね、すべてセレクトショップなんかで買おうと思うとかなり予算が必要になるかなと思います。僕は普段ですね、いろんな方をスタイリングさせていただいてるんですが、セレクトショップで全身のアイテムを揃えようとなると春夏でもですね、やっぱり10万円以上はいってしまうかなと思います。これが秋冬になるとやっぱりどんなに低く見積もっても15万円以上はしてしまうのかなと思います。そうなるとなかなかハードルが高くて現実味が湧かないかなと思っています。ですのでユニクロですとか GU ですとかグローバルワークを使いながらですね、うまくコーディネートを組んでいただきたいなと思ってるんですね。ただこういった比較的価格帯抑えめの服だけで全身をコーディネートしてしまうと、それはそれで大人っぽく見えなかったり上品さみたいなものが漂わなかったりするので、僕たち30代40代の世代にはですね、ちょっと物足りなさを感じてしまうかなと思っています。そこで大切になるのはセレクトショップのアイテムと低価格帯のアイテムのミックスなんですね。お金をかけるところはかけるし、抑えるところは抑える、このバランスが大切なのかなと思っています。ただ皆さんはどこにお金をかけてどこは節約すべきか、ここがですねなかなかわからないかなと思いますので、今回は具体的なアイテムをですね上げながら皆さんに解説をしていきたいなと思っています。この番組では30代40代の男性に向けてファッションの基本をわかりやすく解説していますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まずですね、いろんなアイテムがある中でお金をかけていただきたいのは靴ですとか時計のような小物系のアイテムなんですね。こういったアイテムというのは先端に位置しますよね。時計であれば手首にありますし、靴であれば足の先端にありますよね。こういった部分って実は結構目立つんですよね。こういう部分にはですね、ちょっと頑張って投資をした方が着こなし全体が上品に見えやすいかなと思っています。例えば靴だったら GU とかで買うこともできるんですが、そういった部分にはですね、ちゃんと靴の専門のブランドのものを買った方がバランスが整いやすいかなと思っています。今回持ってきているのは定番のアディダスのスタンスミスですとか、あとは最近トレンドになっているちょっと厚底系のですね、ナイキのエアマックス97なんですが、こういう靴に関してはちょっと背伸びをしてちゃんとしたものを購入した方が、全身の予算を抑えたとしても足元がですねこういったものであれば割と全身が高見えするのかなと思っています。GU とかで靴を買えば 2,3 千円ぐらいで手に入りますが、このようなスポーツブランドのスニーカーになるとだいたい 1万 5,000 円前後になるかなと思います。ただこういったものって一度買ったらですね 2,3 年は履くかなと思うんですね。靴にも一応トレンドはあるんですが、毎年ちょこちょこ変わるようなものではないので、一回買えばですねそれなりに長く使えるかなと思うので、こういう足元のアイテムにはしっかり投資をした方がいいのかなと思っています。2足持つのであればホワイト系のこういったスニーカーとブラックのですねちょっとハイテク系のスニーカーなんかが今旬で良いのかなと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。そしてもう一つ時計なんですが、これもですね意外と手首に位置するものなので、特に春夏に関しては目立つんですね。こういったものを安いもので揃えるのではなくて、ある程度投資した方が全体のバランスとして大人っぽく見えやすいかなと思っています。例えばタイメックスの時計なんかはすごくですねデザイン的にも好きで、僕も10代20代の頃はよくしていたんですが、大人になってからタイメックスなんかをするとですねちょっと子供っぽく見えるかなという部分があるかなと思っています。例えば全身の服をセレクトショップで揃えて外しにタイメックスなんかを使うと、それまたバランスがいいかなと思うんですが、全身のアイテムがユニクロ GU グローバルワークで、それでいて時計もタイメックスだとどうしてもですねバランスとしては引き締まらないので、ある程度着こなし全体の予算を抑えるのであれば、時計はですねそこそこのものをした方がバランスがいいのかなと思っています。ただ高級時計を買う必要はなくて、例えばですねアップルウォッチだとかセイコーのプロスペックスですとか、こういった 4,5 万円程度の時計というものを一つ持っておくと着こなし全体の底上げをしてくれるかなと思いますので、ぜひ時計というところにはですね少し予算をかけていただきたいなと思っています。時計というアイテムも靴と同様にですね、一回買ったらそこそこ長く使うかなと思うんですね。アップルウォッチに関しては 4,5 年が一つの寿命かなと思うんですが、プロスペックスなんかであれば僕はもう5年近く使っていますが、まだ全然へたれることもないですし、トレンドも大きく変わってはいないので、これからも使いやすいかなと思っています。このように時計ですとか靴のようなある程度長く使えるものにはしっかりと投資をした方がバランスがいいのかなと思っています。はい、あともう一つですね、お金をかけるべきアイテムというものがありまして、
それはですね、ベーシック、定番、こういったアイテムに関してはある程度投資をした方がいいのかなと思っています。まあ、具体的にどんなアイテムなのかというと、僕が今着ているようなネイビーのジャケットですとか、冬場であればチェスターコートですとかダウンジャケットですとか、こういったアイテムっていうのはある程度定番みたいなものがあって、それが長く使われることが多いんですね。僕もこのジャケットは2年着ていますが、多分来年再来年ぐらいまでは十分に着れるのかなと思っています。これらのアイテムというのはサイズ感においてはあまりビッグシルエットを着るようなことってそこまでないかなと思うんですね。定番のジャストサイズを着ることが多いかなと思うので、1回買ったら3年近くは着るのかなと思っています。こういうアイテムこそちょっと背伸びをしてセレクトショップで買うのもバランスがいいのかなと思っています。僕が今着ているネイビージャケットはグリーンレーベルで買ったものなんですが、非常にサイズ感もいいですし、色の感じも気に入っているので去年から継続して着ています。あとはチェスターコートですとかダウンジャケットに関してもユニクロでもですね、かなりいいものがあるんですが、こういったアイテムって上半身の割と目立つところにあるアイテムなので、ちょっと背伸びをしていいものを着た方が自分のテンションも上がりやすいかなと思うんですね。予算をかけるところはかけて、抑えるところは抑えるという意味では、目立つところにですねちょっといいものを取り入れていただけると、気分の面でもですね結構モチベーションが上がりやすいのかなというふうに思っています。チェスターコートであればグリーンレーベルですとかエディフィスなんかがおすすめかなと思いますし、ダウンジャケットに関してはやっぱりセレクトショップのオリジナルが結構良かったりするんですね。価格帯は3万円前後と決して安くはないんですが、ナノユニバースのオリジナルですとかビューティー&ユースのオリジナルなんかが非常にバランスがいいので、こういったものをチェックしてみると良いのかなと思っています。一方である程度予算を抑えてもいいアイテムはどういうものなのかというと、そこまで目立たないアイテムなのかなと思っています。全身の中で言うのであればボトムスなんかはですね、割と目立たないアイテムの一つなのかなと思っています。今実際に僕がお話をしていますが、基本的には皆さんは僕の顔周りを見てると思うんですね。人は相手の顔を見て話すので、基本的には上半身のアイテムの方が目立ちやすいんですね。一方ボトムスというのは結構座っていたら見えなかったりしますし、立っていてもですねそこまで視界には入らないので、僕はある程度予算を抑えてもいいのかなと思っています。それとボトムスというのはセレクトショップで買ってもユニクロで買ってもそこまで劇的な見え方の違いって出ないと思ってるんですね。それはユニクロですとかグローバルワークのボトムスの質が結構高いからなんですね。今回は実際に持ってきてるんですが、特にジーンズ系ユニクロはですねめちゃくちゃよくできてるかなと思います。僕も様々なジーンズを今まで買ってきたんですが、結局ですねユニクロのものが手軽だし、いろんなサイズ感のものがあるので自分の体に合ったものが見つけやすいんですね。例えばこのようなブルージーンズですとか、あとはブラックジーンズですね、こういったものなんかを履いてみるのもすごくバランスがいいかなと思いますし、あとはですねちょっとイージーパンツみたいなものもですね非常にバランスが良かったりするので、ボトムスに関してはそこまで差が出にくいっていうところと、ユニクロやグローバルワークのものが非常によくできているので、ここは予算を抑えてもいいところなのかなと思っています。もうボトムスだけでも価格帯を抑えるとだいぶですね全身の予算感は変わってくるかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。あとはジャケットですとかコートの内側に着るようなインナーの T シャツですとかニットに関しても割とユニクロのものがよくできているので、こういったものもですねある程度予算感を抑えてもいいのかなと思っています。そしてあともう一つ予算を抑えても OK なアイテムというのはトレンドのアイテムなんですね。例えば今年で言ったらこのようなオープンカラーシャツのようなものですね。こういったものはトレンドアイテムなので、まだトライしたことがないという方も少なくないのかなと思っています。自分にとって初めてのアイテムですとかチャレンジングなアイテムに関してはまずは予算感を抑えてユニクロ GU グローバルワークなんかで試してみるのがいいかなと思っています。僕もこういったオープンカラーシャツというのを着始めたのは今から3年ほど前だったんですが、最初はですねやっぱり違和感があるんですね。目を馴染ませていく作業が必要なのかなと思うので、その時にはですね僕はユニクロ U のオープンカラーシャツを買ったんですが、それを買ってしばらく着てるうちにこれはいけるなと思ったんですね。少しずつ感覚は慣れてきたんですね。そうしたら今度はしっかりと投資をしてセレクトショップで買うというのもいいのかなと思います。まず実験的にトライをするアイテムに関してはまさにユニクロ U ですとかグローバルワークで買うのがすごくバランスがいいかなと思うので、皆さんにお勧めしたいなと思っています。今持ってるのはオープンカラーシャツですが、他にはバンドカラーシャツですとか、最近動画の中でもよくお伝えしているちょっとサイズ感の緩い T シャツですね、ユニクロ U のエアリズム T シャツですとか、こういった今まで自分ではあまりトライしたことがないものこそですね価格を抑えてトライをしていただきたいなと思っています。
はい、ということで今回の動画では全身のさまざまなアイテムの中でもここにはお金を投資した方がいい、そしてここはある程度抑えても OK ですよという具体的なアイテムをですね、皆さんにお伝えをさせていただきました。できればですね、全身いいものだけ揃えたいなとは思うんですけども、なかなかですね、予算は限られていてそうもいかないと思うんですね。ですので基本的に軸足はユニクロ、GU、グローバルワークでいいかなと思うんですね。ただそれだけだとどうしても大人っぽさ、上品さが見えないので、せめて全身の中で1点でも2点でも構いませんので、セレクトショップのアイテムですとか、スニーカーであればナイキですとかニューバランスですとかアディダスですとか、専門のブランドなんかを取り入れていただきたいなと思っています。たった1点だけでもそういった少し良いものがあるだけで、他のユニクロ、GU、グローバルワークのアイテムが底上げされて見えるんですね。ですので価格帯をミックスするというのはめちゃくちゃ重要なのかなと思っています。まあ、今日お伝えしたようなポイントを理解しながら服を選んでいただければ、きっとですね、ある程度予算を抑えながらファッションを楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。